ドック型揚陸艦は、揚陸艦のうち、艦内に持つウェルドックに収容した上陸用集艇を用いた揚陸を主体として行う、軍艦。アメリカ海軍式の艦種分類記号では、LSD と LPD がある。LPD とは、ドック型揚陸艦よりもウェルドックの容積を減らし、そのスペースを貨物輸送用に振り向け、輸送能力を重視した艦種で、 ドック型輸送揚陸艦として厳密に区別され、別の監視記号が割り当てられている。第二次世界大戦時の上陸戦では、洋上において上陸用集艇をクレーンで海面に下ろし、その後輸送艦に横付けした上陸用集艇へ移乗するという段階を踏んで行っていた。しかし、ドック型揚陸艦の導入により、艦内において集艇に移乗し、 ウェルドックへ注水して意図的に氾濫させることで、そのまま集停を発進できる。従来の方法よりも、管内で集停への移乗させるのに時間が取られなくなったため、上陸船の効率が向上した。ドック型用陸艦は、多くの物体や物資を輸送し、なおかつ管内に上陸用集停や、ウェルドック設備を持つため、大型艦であることが多い。ウェルドックの開口部は完備に設けられ、 航行中はハッチにより閉じられている。ウェルドック内には、州堤の物資搭載を補助するために、クレーンが設けられていることがある。ウェルドック設備に重点を置いているため、飛行甲板などの設備は小規模の場合もある。アメリカが州国イギリス、イタリア、インド、オランダ、シンガポール、スペイン、韓国、中国、中華、民国、日本、フランス、サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦、アルビオン級揚陸艦、 ありがとうございます。